38歳脱サラして看護師になるため専門学校で勉強してきました。どうぞ。15番花になれ。あなたは今笑えてますか。どんな息をしてますか。人混みに強がりながら負けないようにと歩いているんだろう。足元のその花でさえ生きることを迷い今日すごいです。なんかみんなチャンピオンみたいです。本当に。